話したことないんだけど、却下されたんだよね。でも今回の 200g なので、結構いろいろ活用広がりそうです。あの、消防とさ、時刻は午後7時を回りました。大井沖縄、本日も、お相手は、山内さんに代わり、私キャンが入っております。そして本日のパーソナリティはこちらの方です。はい、宜野湾市議会議員の宮城克夫です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。東間領事議員が少し今遅れていて、はい、15分ほど、まあ、渋滞にね、はい、巻き込まれてるということで連絡あったんで、まあ、昨日もすごかったです ね、 ね、あ、運転しながら電話してんか冗談ですけど、はい、まあね、そういうふうなメッセージは届いていたんで、はい、まあ、後ほどね、到着し到着した次第ね、はい、今合流という形で進めていこうかなと思っています。はい、よろしくお願いいたします。はい、本日、今オープニングでお話してますけども、CM 挟んで、あとはちょっとやっぱり触れずにはいられないあの話題から、そうですね、はい、首里城の話題からちょっとお話ししてまいりたいと思いますので、皆様よろしくお願いいたします。はい、この番組メールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com まで、メッセージの方をお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。では、一度 CM を挟みたいと思いますので、この後も引き続きよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ドローンね、ちょうどさっき言ったこのほらアメリカに研修、ね、のプログラムを1週間1ヶ月行かせてもらったときに、サンディエゴでね、はい、サンディエゴ大学っていうところにお邪魔して、ちょうどね、台湾の地震の、ちょうど3日4日後だったわけ、はい、そしたら実はこのサンディエゴ大学っていうところがそのドローンのすごい、そういった災害対策に対するその構えというか、そのシステムの 最先端というか、そういったところにあって、研究を第一線走っていて、すぐ台湾から要請が来て、いわゆるその、まあ、ITC というかこの、ね、はい、画面を通しながら、それでそのドローンにつけたカメラで、いわゆる当時がほぼこの災害で活用が初めてだったんじゃないかと言われている、このいわゆる生存者であったり、はい、被害状況確認ができるっていうの、それすごい、もう生徒の生徒さんたちも真剣に研究してたん でドローンの種類もいっぱいあって、でそれ持ち帰った時に杉山の消防でね、これ取り入れた方がいいんじゃないかって言ったら、航空法がなんちゃらとかばっかり、はい、結構大変なんですよ。ただ今すごいのが、カメラ、ただのカメラだけじゃなくて、熱感知センサーとかの紫外線カメラついてるドローンとか、すごい、そうなんだ、災害活用にはすごく大きい。したら夜間とかね、はい、要するにその安否とかね、はい、そういったものを確認できるわね、森とかだったり、あと例えば埋もれてしまった人でも熱がちょっと出てるんであれば、あ、この辺り怪しいなとかっていう、はい、すごいね。だから結局ね、その後ね、豊口区がすぐ民間会社と提携組んだ。実は自分ちょっと趣味で法律できる前からちょっとドローンをたしなんでる、そうだ、はい、それちょっと今度は出るのが気になったので、勝手に上に飛ばしたんだよ、勝手がね、焦ってた時刻は午後7時4分を回りました。大井沖縄、本日お相手しているのは私キャンと、はい、宜野湾市議会議員の宮城克でお送りします。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。まあ、本日前半のトークテーマですが、うん、まあ、やはり昨日ちょっと県民にとっては悲しいですけども、ね、うん、首里城が火災で焼失してしまったということで、はい、そちらをテーマに、トーク進めてまいりたいと思います。シュプリームさんがこんばんは。はい、こんばんは。首里城の復元、復興は職人不足が一番の課題になりそうですね。伊勢神宮の本殿の、式年、これは有空
ちょっと僕漢字が弱くてすいません、後半読めなかったですけれども、20年越しの引っ越しはご存知ですか、うんうん、ということで、実際あの、はい、20年越しにあの建て替えっていうのはあの伊勢神宮の本殿の方は行われるっていうのは知ってるんですけど、あ、そうなんだ、はい、一応、いや僕知らなかった、知識としては僕はちょっとお聞きしたことあったんですけど、遷、はい、宮ですね、ありがとうございます、うん、式年遷宮、技術を絶やさないための引き継ぎ、あ、引っ越しでもあるのですが、前向きに捉えるなら、伝統技術、従業者の育成になればということで、すごいね、結構でも、うん、ちょっとポジティブに捉える方も中にはいるのかなって思いますね。まあでもね、はい、確かにそれは、うん、まあ自分なりに、私なりには理解できるというか、はい、そう、あ、そうなんだというか、うん、そういうやり方というのはありびきなのかなと思いますよね、はい、確かに。で、あと再度やっぱりこの消失があったおかげで、うん、県民今まで意識してなかった人たちも、そうですね、やっぱ確かに、はい、このまあ本音で言うとまだ、まあ、夢のような感じ、実感が湧かないですよね、なんか、うん、こうリアル感というか、はい、いや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 、とこれは何かのねフェイクでやってほしいなっていうような感じはするんですけど ね、はい、というかあのやっぱりニュースで放映されてるあの映像を見ちゃうと、はい、もうすごいね、あの勢いのあるやっぱり燃え方に、こう映画を見ているような感じでどん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 本殿が崩れていく、はい、ね、それがしっかりとの映像に残されているっていうところがすごいこの悲しさと、なんかこうやりきれないというかね、はい、要はこう見ていて何もできないというもどかしさ、そこがねずっともうニュース見ていてずっと思ってることなんですけど、であと僕これすごいその発言っていうのがまあ不適切になる可能性もあるんですけど、はい、こうまあ、Facebook とかこの SNS 見ているともうみんな、ね、うん、まあ、同業種の方々もそうですけど、はい、涙が出たとか悲しいだけが相当、それに対していいねいいね押されるのが逆になんか違和感あって、ね、ある政治家がうわ首里城が燃えてる写真をアップして涙が止まらない、はい、なのにこれに対して百何十名っていう数の人たち200名か何百名がいいねいいね押してるのがなんか違和感あって、これなんだろうって、そういうことじゃないよねって、だから考えるべきことっていうのは今後どういうふうにね、みんな一人一人がやっぱり首里城のことを思う一人一人がどのようなその気持ちでそこに向かっていくかってことなのかなと思うんですよね。あの確かにこう例えば一般の方々だとその政治家でもその例えばそういった区役所とかそういった文化財に携わっていない方々だと細かいところまで、ね、関われないけど、何かできるものっていうのをどんどんみんなでそう作っていって、それに対してまた何十年後という形で首里城がまた復元できるようになって道筋をみんなで考えていけるっていう、そのアクションというか、うん、そういったものが構築できればすごいいいなと思うんですよね。次のまた夢というか目標というか、またより後世に残すためのワンステップになったのかな、うん、って気もしますよね。考えてみるとこの約33年かけて、はい、で僕も知らなかったんですけど、この、まあ、ニュースとか、新聞の記事を読むと、33年かかった今年の1月に実は完全に復元できた、はいっていう記事載ってるじゃないですか、はい、載ってましたね、うん、こう、まあ、観光立県のこの沖縄首里城だけでも年間約300万人の方々が訪れる、はい、もう常に観光地としてそう一目置かれている場所なので、既にもう復元できてて、さらに何かしら その発展を遂げているのかなと思ったら、記事を見ると今年の1月に完全に復元できました、はい、できたところってところってなってるんで、うん、すごいびっくりしたんですよね。やっぱりこの33年かかってっていうところに一瞬にしてね、あの一夜にして要は灰とかしたっていう部分っていうのに、はい、まあ、何かしら感慨深いものがあるなと、うん、そこをみんながいろんな意味で考えられたらいいんじゃないのかなっていうふうには思いますよね、はい、すごい。あとはあのびっくりしたのが、あの国宝それから、重要文化財の指定を受けていない、はい、
その受けてねところに実は復元に対する予算化というものが、はい、すごい今後なんかこの壁になってるというふうにこう記事で読んだんですよ。要は国宝の指定も受けてるわけでもない、はい、重要文化財の指定も受けていないので実はもう 今現段階では予算化はできないということらしいので、なんかねほら世界遺産という位置づけがあったので、はい、これまた何かしらでまあ悲しんでばかりいてもしょうがないので、そうですね、もう前に進まないといけないというところから、どのような形でこれがまた進んでいくのかと思ってたら、何の指定も受けていないので予算化は難しいですとっていうふうになるとね、はい、領事議員が今到着したんですが、はい、すいません、ね、33年かけて約230億の予算投じて、ここまで復元したものが今後ね予算化もできないような形であるっていうふうに報道されると余計にええと思いますよね。そうですね、うん、処理場の話ね、あ、はい、先生を伺ってましたけども、ね、なんかね、うん、でもまあ日がまだ経ってない中でだからね、うん、ちょっとまだ復元っていうと、はい、またさらに何十年かかるかっていう時に、はい、今予算の話する前に組み立てしないといけないのかなと、まずね、あと状況どのような形になったのかと、うんうん、でまた、まあ、幸いですけど怪我人もなく、うん、ね、一人も、犠牲になってないっていうことは、まあ、まずはそれを安心して、でなんでこれ起きたのかなと、うん、やっていってこれから、まあ、予算立てたり寄付だったり、ね、していったらと思ってます。ちょっと息上がってますけど、ね、今日ね冒頭でね、いわゆるその、うん、感慨深いねと、このタイミングで今年の1月にこの復元が完全にパーフェクトに終わったばっかり、この11月にね、こう火事で燃えちゃうっていうところがね、まあ10月後半ももうの話ですけど、なんか感慨深いよねって、この33年かけてきて一夜にしてっていうか一夜もかからないどころかね、あんな夜中にバッて燃えちゃった。でいろいろその記事を読んでいくと、あれなんていうのこれに、ね、炉の口の炉の字っていうの、いわゆるこの囲まれた構造になっているから、静電と、はい、あのね、北電北電か、でそれですごい燃えやすかったんじゃないかとか、で当日はすごい風が強くて、その火のその燃え移りが、すごく早かったっていうような話であったり、あとこのスプリンクラーがついていないっていう話で、これそれだけね聞いちゃうとなんでって感じになるんですけど、はい、まあ、今日いろいろまた調べてみたら、いわゆる江戸城とか、江戸城じゃ、はい、大阪城とか、うん、姫路城だったかな、どこだったかな、熊本城だったのかな、うん、その辺もね、なんかスプリンクラーとかついていないらしいんだよね。多分つけるって言ったら水道も通さんといけないので、はい、木造にはちょっと厳しいのかなと、梁を避けてやるので、そうですね、相当の予算かかると思います。またもしこの管が破裂した場合に、はい、ね、難しいね、文化遺産があるっていうのが あると思うんですよね。周りへのダメージっていうのもありますからね、うん、水に関してはなんかね、ちょっと一番まだ情報十分はないんですけど、うん、そこにもしかして展示されてた文化財と思い、はい、多数あるはずじゃないですか。そういうのももう全部、ね、燃えちゃったのかなと。でもしかしたらね、これねちょうどね、うん、キャンサーさんの番組始まる前にね、うん、あれどうなっちゃったんだろうって話してたんだけど、で自分もね処理場は1回しか行ったことないんだけど、うん、その初めて行った時にさ、うん、沖縄市の良太郎がさ、うん、小田良太郎がね、はい、一緒だったんだけど、実はって僕も当時この復元されたのがなんていうの、正殿というかこの地上に上がっているもの全てが復元と思ってなかったんですよ。うん、いくつかのこの形があってた中にいわゆるこのリフォームをかけて復元されたと思ったら、はい、実はこの上物は先輩これ全部作られたもんだよと、下向いてくださいと、したらねちょっとガラス張りのその場所があって、はい、この一部だけそのガラス張りから見えるの下にその石垣みたいのがあって、はい、実はあれが首里城のいわゆる今日もさっきテレビやってましたけど、はい、これね、遺構でした、遺物じゃなくて、遺跡でもなくて、はい、構造の構だったかなんか、はい、そういう表現してましたけど、はい、要するにあれが要するに戦後ね、戦後要するに戦争が終わって首里城に戻ってみて残っていたそのもともとの首里城を支えていたその石垣とかいわゆる土台、はい、
ね、そういう基礎だよっていうところで、うん、それが実際の実際はあの、まあ、歴史的な価値のあるものだと、まあ、世界遺産ってそうですよね、うん、土台が世界、うん、ね、首里城跡ですよね、で建物に関しては違うと、でまた高松真理さん書いてありますけど、うん、姫路城はスプリンクラーつけてると、ああそうなんだ、うん、はい、じゃあ何が違うんだろうね、このスプリンクラー、うん、まあ、予算組ができてないのか、何かしらのね、その構造的なものにね、はい、ちょっとコメントにも書いてありますけど、今回本当にあの国から県に管理が委託が譲渡されたばっかりの時に、もしかしたらこの、移設した後に県がやってくれという形やってたかもしれない、国はそこまで責任持ってないよとか、時間がもう少し必要だった可能性があるってことですよね、うん、実際ね、でもまあ三十何年数年で本当に自分たちが子供の頃かな、うん、こういった子だってその時はまだ守礼のものしか残ってなくて、だからね、うん、だから本殿に行くっていうのはまあ出来上がって初めて行かせてもらいましたけど、上まで登るっていうのはね、で本当に懐かしいのはちょうど物心ついたぐらいかな、俺たちが守礼のものなんてさ、うん、違う意味でね有名な場所だったでしょ、もともと。わかんない。というと、うん、いわゆる立ちんぼというか、ああ、はいはい。仕事、要するに、はい、アルバイト、学生の頃にね、うん、こうアルバイトをやりたいということで、まあ、ちま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 、給所でバイトしててもしょうがないから、いわゆるこのガテン、ね、そう、ガテン系のそのアルバイトをやろうってなったときに、あの首里城の、いわゆるこの守礼の門の前に行くと、はい、結構いろんな土建屋さんが、そこにトラックで来てお前ら何名だと、いや3名ですと、乗ってけよって感じで、パッと面接なしのもうすぐもう乗りって言うんですか、もう乗りで何名だよと、3名、いやー2人しかいらないんだよなとか、こんな話しながら、パッてもう怪しみもしないでトラックに乗って仕事に連れて行かれると、でその日払いでその日暮らしみたいな、うん、そういうなんかあのメッカだったという、書類の門の前が意外ですね。そう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 。まあそういうね、うん、あのイメージというか、うん、もうそういう思い出しか最初なかったのがね。あとはその書類の門の前で、うん、今もやってますけど、あのね、記念撮影して、はい、まあ観光地だということでやってて、うん、やってるのも思ってますけど、ね、いろいろコメントも来てますので。これはそうだね。あ、そうですね。シュプリムさん、あえて言いますが、首里城の首里城側の瑕疵責任は免れないでしょうね、うん、これ逃れられないでしょうね、ですね、なぜだから、まあ、管理はしてるはずなんですよ、はい、世界遺産登録されている上に建ってる建物ですから、うん、その中で夜中の2時前後ですよね、はい、で2時過ぎに煙が見えたと、うん、であっという間に燃え広がって、まあ、朝になる頃にはもう焼け落ちてしまったということ、じゃあなんでそういうあの入り口の管理とか、はい、防犯カメラ等の設備はなかったのかとかですね。であとはまあこれはもう首里城側でしょうけど、管理運営側の責任と、うん、また何のために何原因火元は何なのかとか、静電から出たっていう話もありますから、はい、静電なんてど真ん中のところですから、そこにね不審火があるわけでもないし、なんだかのね、人の手が怖かったのか何なのか、もしくはショートっていう話もあったんだけど、あんなところに電球あるのかな、だからね、今のところ LED 化されてるはずなんでね、いや、はい、いや、まあいろいろね、やっぱり建物の中、まあ、いろいろなイベントであったり、それはやっぱりあるでしょう、うん、どうしてもコンセントなんか、うん、当初ね、まあ、確かに夜巻いてるのかな、当初ね、そのイベント会社とは言わない、うん、まあ、そういった業者とかそういった何か作業しているところに原因があったんじゃないかとかね、うん、結構それは専門家じゃない、普通に昨日一日あ出会う人たちみんなそんな感じで言っていたけど、はい、だったらなおさらね、スプリンクラーの、ね、必要性だったり、ちょっと想像したらゾッとするよね、うん、ゾッとするというのはそのイベント会社側だったらって考えたら、はい、すごいゾッとするよね。だけどそのコメントでは全然二重チェックをしてブレーカーも下ろして、うん、不備はないとっていったところで、全てもう もう焼けてるからね、うーん、どうなのと、要するにそのイベントがあったわけでしょ、なんだ、さなんか、なんか首里城祭が今行われてて、ね、うん、まあ、期間中ですよ ねだから、はい、その辺がねどうだったのかなっていうのもあるんだけど、
でも管理がねやっぱちゃんとされていないというかね、うん、その財団とか管理側もねほぼコメントを出してないと、うん、記者会見も開いてないっていうところにね、うん、すごいちょっとその、まあまあ、いわゆるクレームというか、まね、記者クラブもね、はい、すごい何なのとこんな対応でいいのかと、まあ、そんな感じでね、うん、結構責められてはいるんだけど、でもねまだ1日半か経ったばっかりですけど、いやねでも僕はそこはすぐやるべきだったんじゃないかな、まあ、記者会見は行うべきで、うん、だったと思いますね。分からないものは分からないでいいじゃん、うんはい、実際今はこれ原因究明をしている最中ですとか、はい、今からその対策チームを作りますとかいう形で何らかの形でね、うん、これ本当に簡単なことじゃないんで本当にね、うん、完全にある意味このことですらすごい歴史にもね1ページ刻んじゃったよって、はい、それも全国的どころか世界的にね、うん、そういうふうなやっぱり事件事故、まあ、どちらなのか分かんないけどやるべきだったんじゃないかなと。もうすでに県内ではいろんな、ね、県内外、はい、いろんなその動きがもう始まっていて、昨日かもう朝にはもう、東京の方では、まあ、県選出のね、国会議員の先生たち、まあ、それ自民党系の先生たちがねすで、に昨日は、国交省に、ね、対してその通達、まあ、その要請を行い、今日は、プラスアルファ公明党のね、遠山清子先生も含みの自民党の、沖縄県選出のね、国会議員の、はい、含め西見先生で国場先生で水崎先生で、うん、夢たびでね富山清子先生、数多くのね関係者がまた今日は内閣府のね担当大臣にね、うん、その要請を、したと、はい、早速そういう形でね、まずできる人たち要するに国会議員だったら国会議員、はい、で知事なら知事、僕らみたいな地方自治要するにこの、地方議員もね、うん、であったり各みんながこれが要するに政治家だから議員だから社長だから何だからということではなくて、うん、各々ができる最大限のことを、やっていけばまた、道は開けてくるのかなというふうに思うんですよね、うん、ずっと今日これ繰り返してる言ってるんだけどでも本当にそう思う、うん、これねだコメント呼ぶ、うん、コメント呼んで高松マリーさんね、うん道路は渋滞、信号もないところも多い、子どもの貧困ナンバーワン、観光資源に金は使えない、交付金って一体何に使われてるのと、ね、本当に痛いですね。本当に結局自転車操業っていうのやってる中で結構ゆとりあるところに回しきれてないっていうのは実態だと思うんですよね。交付金って言っても結局まあ、所得が低いっていうのもあれば村民税、市民税、うん、町民税っていうのは町村税か町民税は低いわけだから結局この交付金っていうのはそういうところに福祉とかに回されていくわけ道路とか、うん、すると何ていうのかなゆとりあるとか文化芸能の方には、はい、なかなか厳しいもんがあって、うん、さらにまさかっていうのがあるの でやっと終わったばっかりっていうところの中で、うん、もう多分県もパンクしてるのかなと。うんで文化継承の方にやっぱり人材の方に行く文化お金行きますのでそういうのはやっぱりそういうので、ね、交付金がどのような形でこれからじゃあ、国が予算付けお願いしてますけども果たしてどのぐらいの額いけるのか、うん、そして県がどのぐらい出せるのかだから、ね、寄付でどのぐらい見ま権限移行になった後の、さらに問題があって、うんね、それを当初33年前復元した時には沖縄にも技術者いないので、はい内地から宮大工さんお願いして釘を使わないのはもう沖縄ではできないと、沖縄もスラブなのでコンクリ打ちなので大工さんがいないとで宮大工さん呼んで建てたって言うんですけどじゃあ果たして今度また新しいまた設計図があるのかもともとのでさらにここにこの宮大工の方々がいるのかと資材どうするのかという形からなるともうちょっと途方もない年月かかるのかなと。そうだよね、うんうん、どうしてもね、うん、まあただただショックというかもう唖然でしたので、うん、まあ特にね自分たち中部の人にとってはなかなか首里城っていうのは縁が遠いと言いますか、うん、
でやはりなんていうんですかね、一応観光の象徴として美ら海と、首里城っていうのは二大双璧なしだと思うんですからね、はい、今となってどうしてくれね。で今ニュース報道にもあるように全国の方が自分もずっとメールとか来てますけど、じゃあどうするかで、ほらなんていうの、寄付なんかあったら行ってよって言うんですけど、今 SNS でもそうですけど寄付の方がいきなり先行し始めて、はい、ちょっとストップ、皆さんに聞いてる人にも特になんですけど動かないでほしいなと。まずはプランがあって予算があった方がいいので、いきなり予算だけやってもそこにまたあのそれに便乗したね、あの YouTuber の人もいましたけども、炎上させるためにやるような形だったり、また詐欺の行為も行われるはずなんで、今ちょっと一旦冷静になってやっぱり燃えてしまったので、じゃあ次どうするか。でこれやっぱりあの民間ではできないので、まず行政からしっかりと、原因究明とさらに、あの両方で走っていかないと、あのもう本当にこれ大変なことだから何かしてあげようって気持ちは分かりますけど、その気持ちに便乗した何か起きないことをちょっと懸念してますね。まずは冷静になって、まあ原因究明と責任と、はい、でなぜこんなことが起きたのかっていうのをまずはこれをチェックして、でそこから、まあ、ふるさと納税等でももう県は動き出したりとか、県とか行政がやってるのはいいんですけど、個人とかで寄付を集めようとか団体で、はい、NPO 立ち上げてあの寄付募ろうとしてますけども、まずそれはステーかけてやめて、うん、やめて、もうなんかすぐできるなと思わんでください、うんうん、はい、もうこれは、うん、本当に自分たちの目の黒いうちにできるのかなと、ね、うん、ありがたいんですけどやめて。いや本当に、過去の教訓というかね、うん、いや本当にそういう気持ちすごいありがたくて、でも何かすぐね、何かすぐなんかできる的なもので動いちゃうと、うん、今言ったみたいにね、はい、トラブルであったり、うん、まあ、犯罪とかね、はい、そういったものが必ず出てくるんで、あのね、うん、もう一番許せないのがね、まあ、そういった災害時を利用したね、詐欺っていうのかな、はい、俺あの千葉なんかの時にさ、はい、ブルーシートをね、はい、かぶせるからとか何20万30万とか、はい、お前バカかと、ふざけるなよ、許せないですよね、はい、あとは物資を送るための金融ですね。ただね、やっぱりね、分からない人からすると、うん、そのぐらいやっぱすんのかなって思っちゃったんだろうね、騙される方が悪いじゃなくてね、騙された側は純粋だったんだよ、うん、家守りたかったとかね、うん、まあ、それと同じようにね、その、まあ、首里城の件に関しても何かしらのいろんな団体とかね、はい、多分立ち上がってくると思うんだよね、立ち上がってくると思います。ほんでオール沖縄基金全部投じたらいいじゃないか間に合わないけどね、クソみたいな選挙するんだったらオール沖縄基金全部全額もっと集まるよ、まあ、今回またちょっと違うのは災害でね、今回台風で今年すごいまた、はい、台風が現れてる方が、うん、本当は人命第一なので人命が大事ですので、うん、まずそこに目を向けてあげて、うん、やはり一応首里城が、まあ、もう炎上してしまったことはもう本当に心苦しいであるんですけど、うん、あくまでも人命は助かっているので、うん、まあ、心の象徴として、観光の象徴として、沖縄の象徴としてはちょっと、燃えてしまいましたけども、はい、うん、もう本当にこれからじゃあ二次災害三次災害起きるかって言ったら、うん、観光業はダメージ受けますけど、はい、そういう二次災害三次災害というわけではないので、これは本当に今千葉とかですね、北関東とかですね、まだ、東北もそうですけど、うん、復興されてないところにまず目を向けていただいた方がいいのかなと、うん、沖縄沖縄でも頑張っていくしかないので、はい、いや、まあ、これはもう、首里城ができてから何回かもうそういう経験してるなって気持ち切り替えて、はい、次世代につなげるような形で基金を募ってずっといくと、うん、急に建て替えの話するんじゃなくてどうやっていくかっていうことで、うん、ゆっくり時間をかけてですよね、うん、自分たちも、うん、まあ、自分もそうでしたけど一回でも見れてよかったなと思えるぐらい、次はどんなことが首里城ができるのかなと、うん、逆に楽しみに心切り替えてですね、はい、いきたいなと。まずは本当に冷静になっていただきたい、うん、もう新聞テレビもそうですし、なんで首里城がって言ってますけど、はい、ちょっと過熱報道的なところはありますからね、はい、確かにね、インパクトはありますけど、うん、まあ、そこじゃなくて人命とかその、住民に、まあ、今ちょっとね通路が通れないとかあるかもしれないですけど、うん、人的被害もなくて民間被害がなかったっていうのもせめてもの救いですから、はい、
そこあのくれぐれも、ね、あのなんか見に行こうとか、うん、写真撮りに行こうみたいなね、そういったのやめてほしいですよね、うん、本当にマジでやめてほしいですですね、うんうん、邪魔だし、うん、行くなよと、あ、そうですね、うん、行くなよと、うん、その辺さえ守ってもらえればね、はい、観光で来られる方も、まあ、残念ですけど、うん、また違う、また沖縄の一面もね、せっかく来てくれてるんだから、はい、一緒に悲しんでくれじゃなくてね、うん、町田海水族館であったり、もっとね沖縄のまたいいところ、その見て回れるような、でそして肌で触って触れて何してって感じられるところがあるんで、うん、ぜひそういうところをまた楽しんでいただきたいなというふうに思いますよね。そうですね。で いつか来てやると、うん、いつか絶対見てやると、見たいなというその気持ちでまた、沖縄の思い出として持ち帰っていただければ幸いかと思いますよ。でもしゆっくり時間かけてちゃんとプランができて立て直しってことになったら、今度は出来上がってくる姿を見れるわけですから、うん、そうですよ。それがまた観光資源にもなり得ますからね、うんうん、これだけね、やっぱこれだけ全国の方々が関心を寄せていただいてるってことは、本当に沖縄の人としては誇りに思うことであります、うんはい、悲しい出来事でありましたけど、うん、で高松真理さんが書いてますけど、そうっすよ、はい、私はあくまで観光資源であるし、うん、生活に密着していると思ってます、うん、そうです、間違いないです。工業の、うん、メインではありましたので、はい、それを失ったらもう大変ですけど、年間300万人で約、うん、どうするよこれ300万人来るところなんて、はい、あとどこがある、知らんみぐらい、すみませんね、実は調べたことがないんですよ実は300万人来るってことは、うん、まあ、観光客の3分の1はもう、そう、はい、約1000万人観光、はい、って言われてる中のその3分の1はもう首里城に来てますよ、ですよね。あのね、よくね、あの沖縄見るとこないじゃんって言うけど、うん、はい、あのそうじゃなくてね、うん、やっぱり皆さんおのおの、まあ、リサーチもかけながら、まあ、あのツーリストさんのね、まあ、ツアーであったりとかパックだったりすると思うんですけど、しっかりとね、あの沖縄の人があまり行かないようなところを知ってたりね、はい、うん、そういうのをやっぱり今言ったみたいに、まあ、文化とかね、そういった歴史もいいんですけど、うん、やはりね、その観光というところでね、やっぱ潤っていただかなければまた次につないでいけないっていうのがあるんで、うん、そこはね、まあ、人それぞれだと思うんですけど、やはり沖縄といえば観光というところで楽しんでいただきたいなというふうに思います、はいね、はい、ではこの辺で首里城のお話はそうですね、じゃあ一点だけ高松真理さんからちょっとコメント来てまして、うん、大型バスの乗り入れできましたっけって言うんですけど、はい、ね、下に駐車場が、うん、下の駐車場にね、はい、あの結構大きい、はい、あの地下っていうんですかね、なんかね、地下駐車場みたいな大きいのがありまして、うん、そこには、はい、止めれました。結構バスね、あの要は、路線、一般、なん大型バスの入り口と、うんうん、一般車両の入り口って分かれてた、うんうん、あれちゃんと屋根付きの方に行くよね、っていうか下に半地下に、あ、ちょうどあの観光バスが溜まってるのが、うん、なんていうんですか、やっぱり風光明媚をなんていうの、景観を壊さないように地下というか中に入っていくんだよね、建物の中に入っていくみたいな駐車場があったと思って、実は地下神殿があったとか、うん、そういうのもあったらいいんだけどね、あたかまつまりさん、ユイレールでしか行ったことなくてっていうことで、自分は自家用でしか行ったことないのでなかなかね大型バスで、いやでも、うん、それを 今見て、あ、ユイレール活用してっていうところでやっぱりね、うん、やっぱりそういうふうに沖縄って近づいてきてたんだなというふうに、うん、ね、あの乗用車とかバスとかじゃなくてね、はい、もうあの本土のようにね、うん、だから それ今こういうコメント見てもね、うん、もう残念だなと思うんですけどでも、はい、ここでもくよくよしてても、始まらないので、はい、みんなでねその気持ちをねしっかりと持って、うん、一人一人ね、そのもう復興というかね、復元ね、もうさえ新生、新たなね、はい、また、首里城っていうのが見られる日を、みんなで楽しみに待ちましょう、はい、待ちながらできることをやっていきましょう、はいはい、また研究も進むはずですからね、うん、また新たな姿が見れるかもしれません、ね、33年前とはね、はい、違うからね、うん、本当に自分たちの時代に来てしまいましたね、その時代がだからね、なんか、ね、あのなんていうの、積水ハウスみたいな感じでパッ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 ってなんか復元できたらいいなと思うんですけど、鉄骨組みで、そうですね、いやいやいや、それは、それは今風なところはしっかりと採用しながら、はい、で見せるところはしっかりとその歴史っていうものを再現していくというものでもいいんじゃないの、はい、僕はそう思いますよ、うん、なんか全てこだわってっていうところだけじゃなくてもね、うん、ほんでいいじゃん、なんか
これ実はこれ柱ってこっちなんでしょって言われたら何が悪いと問題そこかといや僕ね聞いたらねあの当時、うん、その木材もなんか台湾から全部運んできたみたいで、うん、すごいねそれで時間かかったみたいですね結構その乾燥させるのに何年かけたとかだから、うんまあ、だからこその価値があったっていうのも分かりますけど、はいうん、できるだけ多くの人にね、うん、またあの姿をね再現して見せてあげたいなと、うん、あげたいなとそういうふうに思うんですよねもしあの近所のおじおばあがさ、うん、80ぐらいのとか90ぐらいのおじおばあが、うん、柱何回見たいなとああこれ見ないと死ねないよって、うん、あんたどうしてくれるのってあんた議員でしょって VR あだからもし言われた時におばあ残念だねおばあの、まあ、孫まではどうにか見れるよなんて、うん、ねお言えないでしょでもよく考えたら、うん、沖縄のおじおばは首里城行ってない人も多いんじゃないですか行かないね、うん、多いと思うもともと戦争で焼けてあったので首里、はい、のまま見たことあるけど正殿までやっぱり上り大変ですので多分ね隣の部落に行くのも命がけ的な、うん、だから多分まあそれに関してだから高齢者の方々はまだ会ってないですけどなかなか奈良運転するおじおばね奈良ってだ未だに運転するじいちゃんばあちゃんまだいるからね、はい、でもね、まあ、交通弱者って言われてる方々に入る、うん、なのでなかなかねだからまだなんていうんですかおじおばたちがあの戦争で悲しい思いした人たちがもう一回悲しい思いしたっていう形ではないので今回は、はい、自分たち世代はやっぱり思い入れあるのねスプリムさんね、うん、そうそう首里のものしたあたりがそうそうあの周辺もね、うん、まず首里城もそうなんですけど結構駐車場なんかはね、うん、あったのでもうそれにみんな止めてね、まあ、ご覧になれると、まあ、今後ね、まあ、今日からまあ消防入ったり警察入ったりして実況見分しているので、まあ、今後どのような形になっていくのかというのは、またね、はい、そのニュースであったり、まあ、情報、まあ、ホームページ等々ねそういったものを見ながらやっていきたいなというふうに思いますしね実際ね、はい、なんかねやっぱり辺野古基金全部もらおうよ。あれはい、ということで口座に貯めてるんだのに辺野古で座ってる暇あるんだったらや消火活動手伝えって話でこっちの方がみんな団結しそうですからねそう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 飛行場作ろうと思ったら 石投げられて首里城燃えたら泣いて目的外しようって言われるんですよ目的外しよういや統一感がないんだよ、まあ、寄付とはね、まあ、これから、みんなで見ていきましょうまたこの番組で取り上げていきたいと思っております、ねはい、今の発言で私のまた事務所に何か張り紙されたりポストに何かが詰められないことをね、はいまあ、願いながら、はいはい、僕はめげませんよはい、じゃあ一旦首里城の話はここまでにして、はいはい、後半また別のお話を伺っていきたいと思います、はいはい、知事の話しようか後半はあよろしくお願いします、はい、姉は長谷雄の話ね犬巻そうだね犬巻が好きそうそうそうだってもともと首里城の後ろは知ってる ねよく知ってらっしゃる本当に首里城の後ろは黒っきの森があったわけそうそう今、読みたのザキビ女子の裏で、うん、あのザ・ブームの宮沢さんと一緒にやって、クルチの森っていうのは、もともとは首里城 の斜面全部黒木植えてた。クルチとあの犬巻も植えてたはずだっけ。だから、何百年したら建て替えだから、それに向けてずっと森があって、で戦争全部やっちゃったの。使えるように。それでなかったんだよね。あそうなんですね。もともとはちゃんと見えられてたっけ。全部。犬巻、クル、チャーギー。うんよくわかるねこれたまたまこの時知らんのあのクルチの森作ろうっつって、うん、ちょっとお写真失礼しましょう、ね、あはいこの庭なんかちょっと一連ラジオやってますよねお撮りしますはいチーズありがとうございますデニーいやこっち座ってなんで見てみ急に変わったのこちらは暑い兄さんいやたまにはたまにはさいつも俺あのなんか目立っていや後半じゃないとまたあの暴走しそうだからお話をデニー一緒にだはいこれ戦うねえや
いや、先月のね、先月のもそうだったんだけどね、うん、デニーに関して、まあ、デニーと呼び捨てにしたけど、まあ、デニー、ジジね、さやなさん、なんかあだ名つけたわけんじゃないの、デニーがあだ名さん、あんたかダビーって呼べないでしょ、ダビー、ラウニー、デニー、はい、時刻は午後7時40分を回ろうとしております。おい沖縄、本日お届けしておりますのは私キャンと、はい、読谷村議会議員のトーマと、はい、宜南市議会議員の宮城克でお送りしております。はい、すみません、改めまして今日本当によろしくお願いします。遅れたことをお詫び申し上げます。いえいえ、打ち込んでてですね、はい、では後半の、はい、トークテーマは、はい、知事について、お、はい、でいいの、なんでいいですよ。いいいいですよっていうか、俺情報ないですよ。まあ特にね、今まあ首里城の話で前半は話したんだけど、あのね、覚えてるでしょ、はいはい、何、先月さ、うん、先月、うん、あのこんなこと言ったじゃん、あの知事はね、うん、まあ県議会の答弁においても、あ、はい、こういったさ、あの、うん、あんなさ指摘だからとか問題ありませんばっかりじゃなくて、うん、そこで男らしくね、男らしくとかもはっきりと、いやもう皆さんに対してすごい、あのいわゆるそういうふうに誤解を生じるような、うん、その行動であったと、で皆さんにすごい、あの信頼とそして不安を与えてしまったことに、沖縄県を、代表する県知事として、で一言パッと謝ればおるのにって、うん、あれから1ヶ月になりましたけど、何かありました、あれ一昨日ぐらいさ、うん、あの一昨日というか今週かな、うん、なんかね、就任1周年、うん、記念パーティーがあったみたいだけど、うん、その中で言ってる奥さん、もう大変ご迷惑かけましたと、それは支持者にでしょ、あ、だから自分の支持者にだけは言ってる奥さん、何、だから何なのって、あ、もうだって県民に対してじゃなくて、はい、間違いなくあのパーティーに参加する人たちっていうのは間違いなく間違いなく支持者ですね、デニー大好き、デニー大好きでしょデニー大好きっていう人たちが集まってきてるわけだからそのですよ、ね、デニー好き好きしてくれてる人なんかに嫌われたくないためなのか、すいませんでしたと、すみませんでした、すみませんでしたと、よくできるんだよお前と、ちゃんと謝れよと、県民に対して、うん、何でお前この就任だろうね、マスコミも就任パーティーパンティーで就任パーティーで就任周年パーティーでちゃんと知事はあの謝罪しましたみたいな、うん、いや違う違う違うと、まあまあできれば記者会見ですよね、そこに集まったあの仲良し小良しのね、お仲間たちに対して嫌われたくないから、基礎表に対して、あ、すいませんでしたと。で、次に取った行動が、うん、あの、はせよって韓国に、沖縄に韓国来てせよみたいな、来てすみだって、韓国行ってるでしょ。いや、何しに行くのかって話だ、うん、奥さん。いや、たまたま、あのたまたま首里城のね、うん、いや、今、別に知事をディスってるわけじゃないんだけど、うん、ね、あの、ディスってるよな。ディスるコーナーに今ディスるコーナーに入ったから、まあ、相手は公人ですよ、大丈夫です、うん、でもね、あの、うん、別にいい、これは堂々とこちらも発言させてもらうんだけど、うん、まあ、今回 の、 その韓国の訪問は、まあ、首里城の火災とは別物で、まあ、不可抗力、うん、不可抗力ではないね、うん、それはもうその韓国に、訪問している最中に、うん、まあ、火災っていうようなその出来事があったから急遽、うん、巻き巻きして帰ってきましたよって言ってるけどさ、うん、そもそもじゃ韓国に何しに行ったのかっていうところだわけ、まあ、韓国にもともとさ、じゃあ知事が行って、うん、韓国の旅行会社がさ、分かりましたと、うん、客を送りますっていう情勢ですか、あ、意味や、ですよね、言うわけないだろ、国際、そんなわけないだろ、国際的なもん、国と国の対話の中でちょっとあの、まあ、どっちが先かって言ったらね、お前何やってるのって喧嘩を打ってきたところがあって、それを受けた、うん、受けたっていうか普通に冷静に対処したところと、うん、その中で、ある中で、じゃあ別に、じゃあこっちの治安が悪ければ、日本の治安が悪くて、ね、まあ、反感情っていうの、うん、韓国に対する感情が高ぶって、今来たらあれだよと、
ダメですよと、治安悪いですよって言って客が減ってるならまだしも、うん、いや行かないでおこうっていう運動が起きてるわけでしょ。そうそうそう、韓国の方でね、うん、あの外貨を、あの外貨っていうか自分たちのお金を日本に落とすんじゃないよと、不買運動もしかりですから、それをやってなんか知事が言ったからって今喧嘩してるから綺麗だから行くなよと、うん、面白くないから行くのと、うん、まあ簡単に言えばね、そういうふうな国対国のね、いや多分日本は別にそういうふうに喧嘩するつもりもなければ、うん、あ何逆に日本は日本サイド割れてなかったですか。今行くと日本人に対する風当たりが強いからなるべく行かないように自粛してください。あくまでもそれは韓国だけど、ね、韓国側が中心関係であってね、うん、ただね、だからね、要は、前回のね、うん、先日のその知事の訪米、うん、それから今回の韓国、うん、何やってるのって、何やってるのなんですよ。要はちゃんと示してほしいわけ、うん、こちらはね、あのそれ何かっていうのは、例えばあのワシントン DC に行ってその沖縄の基地問題に対してすごい成果がありました、うん、若い意味って話さ、だから何って話なんですよ。要は具体的に例えばその下院議員とか上院議員とかに会って話をしました。例えば、まあ、仮想ね、例えばだけどなんか、まあ、ロベルト・ロゲルレスさん上院議員に会いましたと、すごい好意的でした、うん、何がって話なの。これ与党野党だからそこが問題要するにそのデニー玉城知事が訪米した際に会った方々が、うん、その、基地問題というかアメリカの、うん、いわゆるこの政権に対してどの立ち位置、どのポジションにいる、はいはい、どのぐらいの影響力を持つ人なのかっていうのが明確であれば、うん、例えばだよ、うん、韓国のとかアメリカの人が来て、うん、日本に来て菅官房長官と話をしたら、うん、菅官房長官は、うん、私は日本人ではあるけどあなたが言ってること間違いないよと、うん、正論だよ、それじゃあ私が菅官房長官という立場から、うん、それは提言させてもらうよってもし言ったんだったらすごい大きな成果、うん、じゃあ玉城知事がアメリカの誰に会った、例えばね、なんかジョーンなんとか監督とか、うん、今過小だけど、うん、誰のとかも覚えてないし、こっちも、うん、でだからその人がどのぐらいの影響力がある人なのかって、その辺から、その辺って言ったら失礼、これは今撤回します、もとい、はい、あのね、その、まあ、下院議員上院議員の議員さんかもしれないけど、うん、どのぐらいの、はい、軍事委員会とかどのぐらいのポジションのどんな委員会のどういうぐらいの影響力がある人なのかっていうのを言ってもらわんと、ただ帰ってきて成果がありましただけだったら、お前何しに行ったのって話だってさ、まあ、パフォーマンスに金使うなと。多分アメリカのちょっと自分も勉強不足ですが、アメリカの制度と日本の制度と違うじゃないですか。日本は一応、自衛隊っていうのがあるとしたら、うん、まあ、武力としては見てないですけど、それがの最高責任者は、まあ、内閣総理大臣だけど、その間に防衛大臣と、うん、幕僚長とかいるじゃないですか、うん、組織の中で。でアメリカの場合は直轄で大統領が、まあ、権限持ってるけども、うん、下に、4軍水人うん、いるよ ね、 ね組織の中で。そうそう、だけどその中で常任議員が、上院議員、下院議員が物言えるのと、うん、言えるようなスタイルではないと思うんだよね。だからそれはあくまでも質問はするかもしれないけど、それはあくまでも、今の現大統領に対して、もしくはその与党に対しての質問であって、うん、沖縄のための質問にはならないはずなんだ。だから、だから知事としては、ね、はっきりしてほしいわけさね、それは本当に。あの多分これ私が与党であっても言うと思います、うん、何なのって、うん、ちょっとって誰に会ってきたの一体全体って、笑われるよって、こんなんだったら行かない方が良かったんじゃないのって言う、うんうん、僕はそれはうちの松川市長に対しても、松川市長が訪米したものに対してちゃんと中身聞いて、うん、それからその担当の職員も同行していくので、うん、その辺も全て確認した上で、あこれは成果があるねと、うんうん、前回の佐喜真市長の時もそうだった、うん、っていうのは僕がほら3年前にあの僕行きましたよ、あのペンタゴンも行きました、うん、そして国務省も、うん、そしてワシントン DC、うんうん、それから、もう、だ CSIS っていうそのシンクタンク最大の長谷川財団とかね、これあの日本側の立場じゃなく、まあ、立場だけどアメリカのからの招待だったんで、うん、絶対なかなか会えない人たちに会いますよって言ったんで、うん、日本部長とかね、うん、だからそういうのも踏まえてよく確認するわけ、領事館とかでも、うん、今回うちの市長とかが会った人たちって本当にすごい人なのって、いやこれは成果ありますよって、
だからそれは評価していく。だけど知事の場合はそれが明定ない。だったら僕はもう野党であっても与党であっても、うん、絶対これ絶対つつく立場にあると思う。説明責任はあるんじゃない？今といけない。そうだってこれ公金使っていくわけだから、うんうん、しっかりとねどういった成果があったと。ただ言ってアメリカに行って渡してきましたって、じゃあ誰に渡したのってところなんですよ。要請書とか、うんうん、要請文、うん、どの立場の人に渡したのって。ただこの、まあ、上院議員、うん、下院議員まずあったとします、うん、これだ公式に受け取ったのか私的に受け取ったのかでも違うあるじゃない。絶対違う。俺タイヤって感じ。あくまでも本人が、あこれ私的に資料としていただきますと、うん、だってなんか公式にあの陳情文だったり要請文だったらそれなりの立場の人がそれなりの立場で受け取らないといけ、受け取らなかったら係の人がいてその下の下の人が受け取ってはい渡しておきますねで終わりなんです。あそれな、まあ、机の中に入ってるはずよ今頃机の中に僕からあの、まあ、まあこれはあの想定なのでね、のチョコチップクッキー食べるときに膝の上に置かれてるかもしれないよこれ。もしかしたらほんとびっくりだわ。だからこその辺をね、こういうこともね、だから、ね、ぜひはっきりしてほしいと。ニュース等でね、どういう形になってきてますか。なんで別に今回はなかなかもっと上の人を要求したけど、うんうん、あ会うことができなかったんだったらそれでいいわけ俺は、うん、いいと思う。嘘ついてまでよかったよかったなんて言ってほしくない、はい、うん、今回本当に再三要求してるけど会えなかった。でも絶対僕は その人たちに絶対いつか会ってみせると。うん、絶対いつかじゃない、任期中に絶対この人たちに会って沖縄の実情というのをしっかりと渡してくる、叩きつけてくれよと、うん、っていうぐらいのものであってほしいのに、なんかやった誰この人みたいな、ネットでググっても出てこないんでほとんど、ね、誰か誰に会ったばみたいな。やめてくれよ。じゃあ誰がアポ取ったの。だからそれ誰のアテンドで行ってるかによる、いやいるわけでしょ。そのニューヨークだったりワシントンに、うん、出向させてる人たちがいるんでしょ。いるってね。何も、うん、何かアメもうってことはよ、その人のアメリカかぶれになってるのみんな。でもその人の、うん、なんていうの、いわゆるマンパワーでしかつなげないわけさね。そうそうそう、会いたい人とは別でコネクションだから、うん、そういうの、そういうのは立場ある人が本当にしっかりやってほしいなと。いやね、これね、もう僕ね、それはまずないと思うんだけど、うん、通訳と演者とか受ける側がね、うん、全く違う話していたらね、うん、でそれを通訳が嘘ついて勝手に喋ってたら、嘘ついてというか、あの空気読んでね、ちょっと負けて話してる。もしかしたらスターバックスコーヒーで一番好きな飲み物なんですかって質問されてるかもしれないよ、うん、はい、なのに、うん、辺野古に関しては皆様の気持ち察します、沖縄の皆さん気持ちをちゃんと汲み取って、うん、あの下院議員軍事委員会で発言してまいりました。それはね、リップサービスの、嘘つくかもしれないさ。嘘じゃなくてリップサービスの国ですから、うん、バニラシロップどの具入れるのって聞いてるかもしれないよ、うん、まあ極論だけどバカにしてますけど、バカにしたくもなるわ。だってバカにされてるんだのに、こんなあの明確な答えを出してくれなければね、うんうん、せめてね本当に説明責任というのはいつも言われるんですけど、あのマスコミもね、うん、テレビとかも追及したし、玉城知事が帰ってきました成果がありましたとかさ、お前が何を成果というのは後に何かの事情が起きて、うん、そういうことになりましたと、うん、新しい条例ができました、そうですね、新しいあの軍の改正があるときにその法案ができましただったら成果があったと、だからそれも何も受けてないはずなので、うん、もし上院議員の人でさえそういう発言権はないと思うので、あくまでも受け取りましたと、うん、でそれ提案してみますと。だからもう終わりでしょ。もう机に今入ってチョコチップのねこんな感じのかと、まあ、もう時間もないので、ちょっと高松真理さんからちょっと先ほどちょっと読むのを忘れてましたけど、うん、オリンピックの空では沖縄では開催されないのかしらだったんですけど、あこれね多分ないんじゃないのかなと、うん、今のところね、まあ、県立武道館がある、ね、あるので、だけどやってくれたらね、ただちょっと噂聞いたのは開会式もしくは閉会式に沖縄から出るんじゃないのと、うん、まあね、あのあくまでもプレゼントして、だってあのマラソンが札幌ね、あと気温差があるからと、まあ、それからして沖縄来たらみんな倒れない話になるでしょ。空手は別にいいんじゃない。いやだってあの道着つけて部屋の中でさ、みんなが取っ組み合ってさ、まあまあ、抱き合うんだよ。あれ抱き合うんじゃないの、空手だよ。あ柔道じゃない。柔道じゃない。県立武道館は空調設備もあるはずですから、ね、はい、でも
まあその辺というのはね、やっぱり沖縄というのはもっとね、何かしらその開催というか注目されて欲しいなというのは本音でありますよ。なんか、まあ、空手イコール沖縄でもないんですけど、はい、でもそのある種の発祥であって、うん、そのやっぱりね、人口も多いんで空手人口もね、うん、ぜひそれやってほしいなと思いますね。うんうん、あっという間だね時間ね。あともう2分を切ってまいりました。これ年内に3時間スペシャルなんかね。ぐらいちょっとやりたいね。朝まで生討論、うん、話足りないということで。そうなんですけど ねでも本当に、まあ、今回いろいろ本当に起きて皆さんにご心配とかですね、うん、ご相談いただいてるんですけど、うん、本当に自分たちも昨日の今日の話なので、はい、何も情報もなくですね。でも今後沖縄がどのような形でやっぱり観光には大打撃なんですよ。来年のピーク時に考えたらちょっと怖いんですけど、うん、まあ、今後も、ね、我々地元にいる人がみんながね頑張りながらね、はい、どんどん発信していけばね、はい、その悲しい出来事、うん、プラスアルファの沖縄もっと他にもいいとこあるんだよって、はい、逆にそれも含みながら、うん、首里城の後もね、うん、見ながら、来てほしいっていうところをね、うん、伝えていただければ。多分お嬢バターはこんなので沖縄は折れないよと、はい、負けないよと思ってるはずなので、うん、それもね見習って、うん、自分たちも、はい、負けずに踏ん張らんとね、踏ん張って、はい、踏ん張って、うん、沖縄で言ったらクンパルですよね、クンパって頑張っていきたいと思ってますので、うん、そうですね、はい、ぜひ応援の方よろしくお願いいたしたいと思います。はい、はい、ということで本日もエンディングのお時間になってまいりました。はい、お相手したのは私キャント、はい、読谷村議会議員東間良二と、はい、議論審議会議員の宮城勝でした。どうもありがとうございました。ありがとうございます。高松真理さん本当に、はい、ありがとうございます。チャチャチャって言って朝までやりましょう。いいですね、朝まで付き合ってくださいよ。ニコ生でやりましょうかね。ではぜひぜひ総理が来るときは、ね、僕も一緒に入れたらいいなと思ってます。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。しますあ、シュプリムさんありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様。どうもありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。月の中でも第一週は第一週はちょっと自由奔放なんで、うん、俺がいつもフォローが頑張ってるけど俺も本当にいいキャラいっぱいあるけど行っちゃいないよ行っちゃいないよ確信自慢としてあれだけ快眠投げられた。